めろって。ほら、下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだ、スベン。城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ！ソラ！大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきりお似合いだったよね。僕と天使おじゃまおじゃま。なんだ。アナ。エルサ。エルサがあそこにいるのか。エルサとアナがあの城に。急ごう。吹雪が強くなってきた。どこかに隠れた。どこかに山城だと。気をつけて進もう。タイミングをよく見て。タイミングだよ。ここらは吹雪の海域だね。てるよ。頑張って。よし、吹雪が止んだぞ。エルサとアナ大丈夫かな。急ごう。アナ、ダメ！アナ、
ないけどやるしかないんだ。アトリスを倒そう。やっ、そう、いけ！
ラクシーヌ！想定外だけど、この世界には二人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を七人揃えられなくても、私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったら、ちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければ、エルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな。さっきの力があれば。アナ、エルサ。私を助けるためになんてことするの？大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす。愛。エルサ？そうよ。愛よ。Ha ha ha!